こんにちは。ウーバーイーツです。今回お話ししたかったのが、これなんですよ、これ。皆さん大好き、ウバンク。で、最近、なんか、ほら、配達員急激に増えて、みんなの使い方が気になるというか、これ作り方分かってないんじゃないかなっていうのがよくあったんで、今回、ちょっとちゃんとした作り方というか、使い方っていうのをお話ししようかなと思って、導入してます。聞いてます？聞いてます、聞いてます。ウバンク、結構ほら、人気じゃないですか。うん、他の人の一般人のところに、まあ、配達途中で遊びに行って、で、まあ、うまくしょっていくと、みんな大体、あ、これウーバーイーツみたいな感じで、中どんなになってんのって聞くんですよ。で、大体みんな、これ捨て置いてあるんですよね。うん。っていうのがあるんで、まあ、今回ね、みんなが大好きバッグがどんなになってんのか、じゃあちょっと見ていこうと思います。はい。で、一応ね、ウーバッグっていうのは、これ、なんか、よいしょ。なんかどんなになってるかっていうと、はい、こんな感じ。ちょっとざっくり見ていきます。一応これ、保冷バッグ。これマクドナルドとかが冷たいものとか別入りにしてっていうふうに言うんで、保冷バッグ一応持ってるんですよ。で、はい、これもこんな感じ。まあ、こんな感じに入ってて、こっちに開けたところに、マックのあったかい袋、あったかいやつとかね、ホットメニュー入れて、こっちコールドメニュー入れてみたいな感じに。まあ、軽く言うとこんな感じですよね。で、あとは、弁当とかになった場合は、こう広げて入れるみたいな。で、こうやって開いたりもするんで、お釣りみたいな感じに、ちょっとこれ生々しい。で、ここら辺の作りがちょっとオリジナルなんで、これはちょっと組み立てながらやっていきますね。うん。一旦ちょっと最初の状態戻そうと。すごい、本当にバッグになった。すごい。で、最初って、Amazon から届いた時とか、または、これパートナーセンターでもらってくるんですけど、僕はパートナーセンターでもらってきた派。なんだろう、去年だから、またコロナとかの全然ね、あれ影響なかった頃です。今パートナーセンターコロナの影響で閉まってるんで、まあ、Amazon で注文して、多分ね、これから始める人とか、始めた人って、こんな感じで届くんですよ。へぇー。で、箱から出して、ああ、これが、ウバッグか、みたいな感じになると思うんですけど。でも全然、ウバッグ感なくないですか、それ。でしょ、うん、なんか、四角い箱の感じしないじゃないですか。うん。うん、で、これを、まあ、組み立てると、四角い箱になるんですけど、まあ、言ったら、こうやって折りたたむと、旅行に持ってってね、旅行先でウーバーとか。そんなにウーバーやりたいのかって思うんですけど、まあ、ウーバーやりたいですよ。楽しいんで。うん、その地域その地域でのなんか特性とかお店とかね、そういうの楽しめたりするんで、やっぱそういう風に旅してお金稼ぎながら動くっていうのができるっていうのが新しいですよね。はい。で、じゃあちょっとまあこれ組み立ててってみましょう。うん、で、これね、折りたたんでいくときにちょっとね、もう驚きの声が上がったと思うんですけど、ここベルトで止まってるんで、このベルトを解除するんですね。はい、うん、こんな感じ。で、普段はここでもう遊んでるだけ、このベルトは。このベルトを、あれ？あ、変なことやってるんだ。変なことやってるけど、こうやって、うん、いつもここにあるだけ。もう、畳んだ時、違うな、四角くしてしまったら、このベルトはもう使わない存在。むしろ、外そうとした時に引っかかって邪魔な存在になる。はい、で、上蓋がペロンと取れて、で、こんな感じに。おー広がって、で、中から、多分ね、4枚かな ?1、2、3、4、4枚の板が出てくるんですよ。4枚の板。はい。うん、で、これの使い方がね、なんか分かってない人分かってないんですよね。うん。これ、ほら、前回動画撮った時に、某増田さん、金沢でやった時に、これ、なんか変な使い方してて、あれ？と思ったら、意外とそういう風に分かってない人が、街中でも多いんで、で、ちょっと説明しておこうかなと思うんですよね。うん、はい。ウバッグ開いたらこんな感じになってるんですよ。結構、多分街で見かけたら、四角い、しっかりした箱みたいに見えると思うんですね。でも、見てください、これ。なんか、くたくたでしょ。で、それを固定するのに、まず、こいつですよ、こいつ。これ。この銀色のやつが、これどこに来るかっていうと、一番下に、はい。一番下に、こうやってついて、で、底板になるんです。これで結構しっかりし、うん、ちなみに、ここにもなんか入ってる。うん、ここにも背中の厚板が入ってる、うん。
そうで、あとは背中とかサイドとかに板入れていくんですけど、まあ、その板がこれなんですよ。背中とかの？そうそうそう、これサイドと上ぶた用で、これ見てくださいね。ちょっと汚れてるんですけど、A、B ってあるでしょ、うんうん、これ意味もなく書くわけないじゃないですか。はい。で、そもそもここに A ってあって、ここにも A ってあるでしょ、ほら、A ってあって。はい。で、ここにも A ってあったら、うん、これここに入るんだなって思いません？思います。ですよね。思います。うん、だからここに入るんですよ。はい。実は。これを、こういうふうに袋になってるんで、この袋になってるんで、で、これね、で、どっちが裏か表かっていうのはちょっとわかんないんですけどね、まあ、とりあえずここに入れておけば OK。 はい、こんな感じ、はい、これでほら、サイドしっかりしよう、サイドしっかりしよう、もう、ほんとだ、すごい、で、こっちにも板が入ってて、これはね、今初めて出したそういうのここ入ってたなと思って初めて出しました、うん、だんだん背負ってると重さでこの板も歪んでるんですよね、こうさ内側にだから今回はこれを反対にしてちょっと調整しようかなと。よし、うん、よし。で、あとはこれ最後に残ったこれをみんなね入れてないんですよ、上に。多分ここ気づいてないんじゃないですか。うん、で、これ入れずに、みんな箱にして、うん、みんなこうやって使ってるから、なんかやたらと上蓋がこのペコペコなんですよね。ああ、なるほど。で、雨降った時に、これって実は防水加工もされてるんで、このまんま運んでても全然 OK なんですよ。はい、うん。まあ、シャクレウバッグっていう旧ウバッグは、防水加工されてないから、結構防水カバーかけなきゃいけないんですけど、これもこのまんま稼働しても OK なんですよ。うん、雨の中これ全然 OK なんですけど、でもこれ入れてなかったらここ水たまりませんかってうん、これはね、これ入れないと全く意味ないと思うんですよね。で、だってほらここ B って書いてあるでしょ。書いてありますね。ここに B って書いてあるんだったらこれここに入る以外なくないですか。これこうやって使ってる人いるんですけど、うん、あの仕分け用の、そう、はいはい、仕分け用ってこれですかこれ仕分け用なんで、うん、これここでいいんですよ、ここで。で、蓋のところをまた、うん、開けて、で、B を、はい、こうやって差し込む。あら、できた。それで、ほら。おぉ。こんな感じに、使うものなんですよ。はい。中もこれまだ未完成なんですね。で、最後に残ってるこいつ、これどうやって使うかっていうと、こう使うこともできるんですよね。こうやって使うと、例えばこっちがホットゾーン、こっちがコールドゾーンっていう風にやれば、Mac と Mac のドリンクこっちに入れる、ホットメニューこっちに入れるっていうようなこともできるんです。そうすると、もう左右で完全に温度分かれてるんで、冷たいものは冷たいまま。温かいものは温かいまま、ぬるいものはぬるいままで運べると。ぬるいまま。で、ここにね、ドリンクホルダーついてるんですよね。ほら、これ左右についてるんですけど、うん、なんとこのドリンクホルダーね、一回も使ったことないです。こっちにもありますね。うん、これ取っちゃおうかなと思ってるんですけど、これ全然使わないんですよね。うん、で、こう使う方法と、あと、これを横板にして、こんな感じ。こう使う場合があるんですよ。うん。こうも使えるんですよね。ほら、全部、四隅がマジックテープでついちゃうんで、結構丈夫なんですよ。うん。そしたら、浅めのバッグとして。うん、この浅めのバッグでも、マックとかお弁当類とかだったら全然 OK なんで、個人的なおすすめは、こうやって使うのをおすすめ。うん。これがね、一番使いやすいと思う。で、あとは、動かないようにとか、軽く間仕切り用に、これ、100均で買った、アルミシート。うん。これを入れてて、で、これ、結構厚みがあるんですね。なんか、くしゃくしゃの薄いやつ使う人いるんですけど、個人的にはあんま薄いやつ好きじゃなくて、厚みのある方が好きなんですよ。で、邪魔な時は、ここにも入れとけるし、
で、普段はここで間仕切りとかに使って、上から押さえるときとかって、これ結構厚みがあるから、上から押さえるでしょ、蓋閉めるでしょ、そうすると、ここがちょっとこうプレスされて、暴れないように押さえるのにちょうどいいんですよ。なので、これぐらいの厚みがあるのを使ってると。で、あとは、100均で買ったブロックね。発泡スチロールのブロック。この辺ぐらいを重ねておけば、結構いろんなシチュエーションに対応できるかなと。だからほとんどここを崩すことってないんですよね。で、あとは、ドリンク用に、保冷バッグ、これももう潰してしまえるから、上からこうやって押さえるのに使ったりもできるし、今のところね、これぐらい、もうこれでずっと稼働してるんで、困ったことはまずないかなと、っていう感じと、ピザ、ここの幅にどうしても収まりきらない四角い箱とかってあるじゃないですか。はいはい。お寿司とかピザとか。で、あれをどうするかっていうと、ここのジッパー気になってませんでした？はい。気になってました本当に。でもこれがあることは分かってました。気にはならなかったでしょ？でもなんだろうと思った。あ、思った。じゃあ、説明しましょう。そこまで言われるんだったら。はい。うっとしいです。ここを実は拡張できるんですね。こういう風に実はこれ伸びるんですよ。へえ、すごい。ここの中がの伸びてるんですか？中っていうか、蓋だけが伸びてて、でさらにここにジッパーがついてて、こうやって開くんですよ、はい、そうするとこんな感じに四角いやつとかもそのまま入れれるんですよね。で、こう蓋を閉めて配達をして、まあ、出すときもね、こここうやって開ければ出せるんで、出して渡して、で、配達終わったら、あとまた、蓋閉めるでしょ、これ。蓋を閉めて、で、ここのファスナーを、閉めていけば、はい。元通り。いつものバッグ？いつものバッグ。そう。で使えると、なかなかねすごい高機能なんですよ。確かに。これもなんかバッグの中で結構完成形だなと思ってるんですけど、ただ問題点が一つあって、これで稼働すると僕の場合問題点あるんですよ。それは何ですか？いい振りですね、はい。ママチャリとかバイクだったら多分これでいいんですよね。はい。ウィーンって乗ってたりとか、ママチャリで乗ってるから。でも僕の場合、ロードバイクなんで、ロードバイクとかクロスバイクとかだと、こうなるんですよ。はいはい。これ今斜めになってますよね。なってます。なってます。ちょっと斜めになってますよね。で、実際はもっと斜めこうやってなってるんで、結構、こぼれることが、特に汁物とかね、ラーメンとか、スープ系、中華のスープとか、あの辺が結構鬼門というかネックで、なので、僕はもう、バッグを改造してて、斜めになる前提で組んじゃうんですよ。で、どんな風に組んでるかっていうのをちょっとやっていきたいんですけど、まず、内蓋っていうんですかね、内底、あるじゃないですか、はい、中蓋、中敷き、これを、もう、最初から斜めに固定します。そのために、100均で、マジックテープの、ここ、買ってきたんですよ。これ。これ後付けなんですね。これなんかずれてますよね。ほら。すごい。それ自分でつけたんですか？そう。これ自分でつけて、ずれちゃってたから、直した。こんな感じに、もう、横のベルクロを拡張しちゃってて、で、この中敷きあるじゃないですか。中敷きも、奥はいいんですよ、奥は。はい。こうやってつけちゃって、で、こっちを完全にもうこうやって、こうやって斜めにつけちゃってます。あ、なるほど。そうすると、ほら、バッグが斜めになった時にちょうど水平になるんですよ。でも、弱点は、ほら、ここ、さっきは、地方が全部マジックテープでくっついてたのが、こっち側がなくなっちゃうんで。そうですよね。で、強度落ちるじゃないですか。もう走ってる時に崩れると嫌だし、と思ってここにマジックテープつけたんですけど、ここってさっき言ったように伸びる部分だから弱いんですよ。はいはい。こっちはほら、ちゃんと板入ってるから硬いんですけど、こっち弱いんで、まあどうしようかなと思って、作ったのがこれ。これわかります？大阪人だったら全員知ってると思うんですよ。お好み焼きのやつですよね。なわけないでしょ。
たまたまこんな形になっただけです。うん、これ100均で買ってきた、1センチじゃないな、8ミリ厚ぐらいの発泡スチロールの板なんですけど、これをこんな感じにまあカットしちゃったんですね。うん、で、ベルクロテープつけて、うん、これをどうするかっていうと、こうやってるんですよ。うん、そうすると、重さがあっても、ここで立つんで、うん、ほら、大丈夫でしょ？おー、うん、で、ここカットした理由っていうのは何でかっていうと、ここの下に、この、これも押さえるのに使うんですけど、これあれ100均で買ったエアー枕。うん、エアー枕っていうとなんか何もないエアー枕。まあ、その、ね、旅行用の枕、はいはい、これも料理を押さえるときとかに使うんで、これいつも使わなくて邪魔だから下に入れるのに使ってます、うん、そうするときに、まあ、ちょっと倒してもいけるんですよ。倒してもいけるんだけど、そのまま入れれるように、うん、ちょっと削ったっていう、うん、強度的には一応これで大丈夫かなと思ったんですけど、実は本当はこれこう2つ並べて使ってたんですよ、うん、で、お米運んだときに1個壊れちゃいました。うん、これちょっと作り直さないといけないなと思うんですけど、ね、米の重さでバキッて割れちゃったんで、うん、多分潰れて割れちゃったんですよね、うん、今はとりあえずこれ1個で代用してるって感じ、うん、で、こうやってから、あとはこれですね、うん、発泡スチロールのブロックで、はい、マックの冷たいドリンクをで押さえ、うん、で、あと押さえ用にタオル、はい、で、あとは、釣りとかを入れて、で、蓋を閉める。はい。うん。で、こんな感じ。そうすると、はい。これで一応、普段稼働してるセットって感じです。へー。で、一応ね、この内側、実はもう一個隠しがあるんですよ。これ、なんか何入るのかよくわかんないんですけど、一応ファスナーもあって、で、ここ、まあ、クッションの中もあるんですけど、ここ、何に使うのかな？なんか、大事なもの入れたりとか、そういうのに使うのかなって思うんですけど、ここ、防水じゃないんで、浸水しちゃうんですよ。ってことは、ここの中、はいはい、ポケット。ってことは、財布入れたらずぶ濡れになるし、モバイルバッテリー入れたら、水でダメになっちゃうし、結果的に何も入れられないんですよね。重要処理、まあ、特に持ち歩くもんないからいいか、みたいな、うん。っていうので、ここのポケットは未だに使い方はよくわからず使ってないです。うん、で、あと、これね、うん、これは、左右どっちにでも付け替えできるんですよ。こんな感じになってて、こっちにもつけれるし、こっちにもつけれるしっていうので、それがスマホのやつ？そう、一応スマホ入れって言われてるんですけど、ちょうどこのお釣りのコインケース、これぴったり入るんですよ。ほら、うん、ぴったり入るから、こうやって持ち歩いてたこともあるんですけど、これをやると何が大変かっていうと、歩くたびにシャッカ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 ってこう、お金の音が耳元からするんで、鬱陶しいというのと、ぴったりすぎて、出しにくいっていうんで、こっちになっちゃいました。うん、なので、今ここは、だいたいスマホ入れに使うことが多いかなと。まあ、使わないことの方が多いんですよね。まあ、使うときって、あれです、ドラクエウォーク。ドラクエウォークをウォークモードにして、こっちの中ずっと入れといてみたいな感じにしか使ってないです。はい。っていうのは、一応、このウバッグの搭載なんですけど、どうですか？なんか。納得いきました。納得しました。納得いかないところとかないですか？ピザのやつはすごかった。でも、今、だいたいピザの M サイズとか、あれぐらいの箱だと、結構微妙なサイズなんですよね。うん、頑張れば入るんですよ。うん、で、ここの中に？そう、ここに入るんですよ。で、ほら、斜めにしたじゃないですか、そもそも。はい。下斜めにしたでしょ、うんうんうん、で、斜めにしたら、ここよりも、こっちの方が長くなるでしょ、こうやってピザ入れるよりも、こうやって入れたら、より長く入るじゃないですか。はい。うん、なので、ピザ入れるときは、ちょっと斜めにして入れてます。うん、そうすると、これでも全然収まるし、ほとんどのピザ屋さんは OK。L サイズとかになると、さすがに拡張しないといけないので、大体、ギュッとこう押し込んで、斜めにして入れれば、だからピザのやつを、こう入れるんじゃなくて、こういう感じに入れれば、大体クリアできます。
っていうので、今自分の中では一応これがベストかなって、これがいいかなっていうふうな感じで使ってるっていう感じですね、うん。まあ、使い方でも、各々によってベストな形って違うと思うんで、まあ、それぞれね、地域とか、自分がよく呼ばれるお店に合わせればいいかなというふうに思うんですけど、とりあえず、言っておきたいのは、このビータ。ビータは、ここに入れるもんなんで、それだけちょっと伝えたかったんですよ。うん。実は今日は、ビータはここに入れるんだよってことを言いたいために動画にしました。はい、っていうので、ね、これのもうちょっとね、デザイナーズ版っていう海外で売られてるちょっとちっちゃいやつもあるんですけど、そっちの方がね、実はおしゃれなので、それも気になってはいるんですけど、まあ、一番多分完成度も高いって言ったらこれかなというふうな感じに思います。はい、ぜひこの Uber Eats のバッグね、可愛がってもらったらなというふうな感じに思います。街中でね、出会った時には大体こんな格好して走ってるんで、気軽に呼び止めてもらえたらなと思いますので、またどうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ今回の動画はこういうところで、バイバイ。フォローする練習を。誰が？画面にちゃんと入るように。あ、うん、そうそう、坂下さんが、うん、はいはいはい。ゲームみたいになってる。普通のラーメン屋さんってあれでしょ、これでしょ。そうですね。で、実はピザとかそういう時に対応できないから、流行ってるのが、こうやって固定しちゃうっていうのが流行ってるんですよ。バイクに？バイクに、うん。そうすると、こうやって開けてこう、すげえから。もうそれピザ専用でしょ。いや、ピザもそうだし、高さ的にもいろんなものに対応できるから、こう固定するよりもバイクの人はこう固定した方が楽とかっていうのがあって、いやそれ面白いなって。ほらバイクじゃないから分かんないじゃないですか、それも。ね、そこの方のよく分かんないベルトとか邪魔だから、もうできる限り短くして固定しちゃったんですよね。長かったんですか、これ結構。ファスナーで。はいはいはい。え、これもつけたんですか。うん、最初からつけた。できるだけ邪魔にならないようにつけたんですけど、ピタッとつけた。背負うときに、背負うときとか自転車乗るときに、自転車のサドルに引っかかるんですよ、これ。その危ない。うん。だから、ふいって、開いてとか、一人で自転車乗るんで、開いてとかってこう、やらなきゃいけないんで。でこういうの、本当切っちゃってもいいぐらいなんですけど、切っちゃうとなんか、ほら、今後のときに対応できないかなとかって思うと、なかなか損切りできない。できないっていう。こんな感じです。へえ。ちょっと重いんですけどね。重量的にはちょっと重いんですけど。何キロぐらいあるんですかこれ。買ったことないです。でもすごい、すごいですね、その改良の仕方が。うん。でも、一番欲しいのが、ここ上がベルクロじゃなくて、ファスナーがいいんですよね。もうほら。ここはもうバカになってるんで、こっちはもうバカになってるんで。ファスナーに自分でつけちゃったらいいんじゃないんですかね、そういうの。ね、ファスナーここにつけてもいいんですけど、これほら、この反射板と、ここと一緒に縫い合わせてあるんですよ。だから、縫い合わせないといけないんで、結構大変かなって。うん、ちなみに両面テープだと、ここね、ほら、取れてるでしょ、もう。はい。うん、ここ両面テープ貼ったら、全く反応しませんでした。うん、両面テープ剥がれちゃうんですよ、防水だからと。っていうので、なんか、もっと超強力なやつを買わなきゃいけないのか。接着剤。どうなんでしょうね。接着剤か。そうすると、ほら、そのベルクロダメになったら交換できなくなるでしょ。なんか、現金受けやってるとね、俺、お釣り溜まるんですよ。っていうか、ウーバー頼んで1万円札出すなよって。1万円札出すなって本当に、どうすんのって思って。お釣りあるかなと思って、あ、ギリやったみたいな。そうなんです。はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。はい。